つまりソロストーブのレンジャーにヘビーロストや焚き火ハンガーを使用することは一長一短なんです。火山のキャンプ始まるよ。皆さんこんにちは、ポロンのキャンプ、略してポロキャンです。今回はソロストーブのレンジャーで直火料理する際にユニフレームのヘビーロストや焚き火ハンガーを使用する場合は一長一短である理由についてお話ししたいと思います。お話しする前に私のプロフィールです。ご興味がありました、見ていただけると幸いです。それでは皆さん、いきなりですがソロストーブレンジャーで直火料理する際はどんなキャンプ道具を使っていますか？メーカーではトライポッドは販売していますが、ごとくとなるようなものは販売していません。とりあえず家にあるごとくを使おうと思っている方は多いのではないでしょうか。私も実際その一人でした。そんな私ですが、ごとくに関してはユニフレームのヘビーロストルと焚き火ハンガーを使い分けて使用しています。もちろん専用のものではないので一長一短な部分があります。今回の動画ではソロストーブのレンジャーで直火料理できる道具としてユニフレームのヘビーロストルと焚き火ハンガーの使用するメリットデメリットをお伝えし、私がおすすめする専用のごとくをご紹介したいと思います。ソロストーブのレンジャーで直火料理するにはどんな道具がいいのか悩んでいる方の参考となる内容となっておりますので、最後までご視聴お願いいたします。ポロンのキャンプでは今回のように皆さんが気になりそうな情報を発信していきますので、チャンネル登録お願いいたします。それではまずユニフレームのファイアグリルヘビーロストルについて説明したいと思います。言わずと知れた大人気ユニフレームの焚き火台専用のロストルです。ステンレス製なので錆びにくく、頑丈なのでダッチオーブンも乗せることができる高耐久といった特徴があります。値段は3000円程度と決して安くはありませんが、高耐久であることや様々な焚き火台に使用できる汎用性を考えると持っていて損はない商品だと思っています。そんな特徴を持っているヘビーロストルですが、ソロストーブのレンジャーに使用するメリットが3つあります。頑丈で高耐久、サイズがベスト、保管に困らないといったものです。紐解いて説明していきたいと思います。頑丈であるということは、皆さんご存知の通りヘビーロストルは極太の無垢棒を使用しているので、食材満載のダッチオーブンを乗せても歪みが起きにくい強度を持っています。そしてソロストーブという高温下でも熱変形しにくい強度があります。ソロストーブのレンジャーで料理をする際はその頑丈さが重要となります。以前の動画でもお伝えしていますが、火力安定時のソロストーブのレンジャーの中心はかなりの高温です。他の焚き火台は体験できないほどのレベルで、普通の細い鉄製の焼き網であれば簡単に中心部が赤くなります。赤くなるということは600度から800度の高温ということです。熱変形しやすい温度だと言えます。そのため極太の無垢棒であることは熱の影響を受けづらいので、重いものを乗せた状態でも変形するリスクが低いということです。そしてステンレス製ということは錆びにくいといった特徴もあるので、頑丈で高耐久であることはレンジャーのごとくとして活用でき、メリットが大きいと言えます。次にサイズがベストということについてご説明したいと思います。こちらをご覧ください。設置するとサイズ感がちょうどいいということがわかると思います。小さな調理器具であればこのように2つの料理を同時並行して作ることができます。はみ出ている角の部分は保温スペースとして活用できます。つまりヘビーロストルはレンジャーとのサイズ感がちょうどいいごとくであるということになります。次に収納に困らないといったことに関してです。先ほどのサイズがベストであるということに関連していますが、ヘビーロストルはレンジャーの専用収納ケースに収まります。専用のごとくと言わんばかりのフィット感です。ですので収納が困るということがありません。つまり保管にも適したごとくと言えます。皆さんどうですか？これらの理由からユニフレームのファイアグリルヘビーロストルはまさにソロストーブのレンジャーのごとくにふさわしいということが分かっていただけたと思います。いやいやポロキャンよ、お前はデメリットがあると言っていたいじゃないか、それは何なんだっていうことになると思います。そうなんです、ヘビーロストルは十分にごとくとして活用はできるんですが、私としてはどうしても気になったデメリットがあるんです。それが火力調整が難しいといったものです。火力調整が難しいということは、先ほどもお話ししましたがソロストーブの火力は他の焚き火台に比べて強いんです。
私は先ほど火力安定時の中心温度は600度から800度であることを説明しました。料理で強火といえる温度は200度程度です。ですので200度以上になるソロストーブは料理するには強すぎるほどの火力と言えます。私はこの強すぎる火力ゆえに慣れてきた今でも料理を焦がすことがあります。初めてソロストーブで米を炊こうとした時のことです。他の焚き火台のように何気なく米の入ったクッカーをソロストーブの中心部に置きます。5分も経たずに吹きこぼれたため、いつもより早いなって思いながら弱火にするために端っこにクッカーを置きます。他の焚き火台は弱火にして10分程度でちょうどいい感じになるので、その場を離れて別のことをしながら過ごしました。10分経つ前に戻ってきたんですが、クッカーから焦げ臭い煙が出ています。急いで蓋を開けてみると案の定クッカーの底は真っ黒になっていました。結果その日の食事はおかずのみになったという経験をしました。ソロストーブを他の焚き火台の火力と一緒に考えてはいけないという教訓でした。火力が強いのでソロストーブと五徳との距離を離したいところですが、ヘビーソロストーブにはそれができません。そしたら火力自体を調整すればいいんじゃないのって思うかと思います。確かにそれで解決します。ですが調理中の薪の追加が面倒といった問題が発生してしまいます。ご覧の通りヘビーロストを設置した場合は隙間がないので、そのまま薪を減らしたり追加することができません。クッカーを下ろしてヘビーロストを下ろして初めて薪の量を調整することができるんです。そしてソロストーブは燃焼効率の良さゆえに薪が短時間で燃焼するので、頻回にその動作をしなければなりません。その動作の繰り返しは結構手間となります。つまりユニフレームのヘビーロストは耐久性が高く、サイズ感もちょうどいいメリットがありますが、火力調整が難しいというデメリットがあるということになります。そこで私は考えました。どうすれば火力調整を手軽にできるようになるのかと。その結論が焚き火ハンガーです。ごとくではないですが、ソロストーブで直火料理をするなら検討候補になるものだと思います。それではこれからはソロストーブの焚き火ハンガーに使用した場合はどうなるかについて説明したいと思います。焚き火ハンガーってどうなんだろうと思っている方の参考となる内容になっておりますので、こちらも最後までご視聴いただけると幸いです。まず私の使っている焚き火ハンガーはフリマサイトで1万円かからない程度の値段で購入しています。個人製作しているものですが、物は丁寧でしっかりとしたものです。ちなみにアイアン製で地面にハンマーで叩いて固定させるタイプのものです。キャンプマニアやペトロマックスなどでも販売していますが、高価ですので価格を抑えたいと思っている人はフリマサイトで購入することをお勧めします。今回のテーマとは関係ないですが、キャンプ道具の価格を抑えたいと思っている方はフリマサイトの個人制作している方の道具も確認した方がいいです。価格が安くハイクオリティでセミオーダーできる場合もあるので、一度は確認した方がいいと思います。脱線しましたが、焚き火ハンガーの使用はソロストーブの位置に合わせて設置できる、重いものを乗せても大丈夫、スタンド類を好きな場所に移動できるという3つのメリットがあります。こちらの動画をご覧ください。焚き火ハンガーはソロストーブがある位置を考えて自由に設置することができます。このように簡単にスタンドやテーブルを移動することもできます。簡単に移動できるということは火力に応じて高さを調整できるし、薪の量も簡単に調整できるということです。そして焚き火ハンガーのテーブルにダッチオーブンを置いても全くびしくもしません。まさにソロストーブレンジャーの火力調整に特化したキャンプ道具といえます。もちろん他の焚き火台にも使用できるし、ランタンなども置くことができるので汎用性が高いのも良い点です。いやいやポロキャンよ、火力調整もできるなら焚き火ハンガーで十分じゃないかということになると思います。これは人によるかもしれませんが、私にとっては次の2つのデメリットがありました。それが収納が別になる、設置するためには地面を選ぶということです。収納が別になるということは、この焚き火ハンガーのポールは1メートルほどあるのでレンジャーの収納ケースには入らないということです。それは別の収納ケースが必要になるし、保管場所も別々になるということを意味しています。そんなの大したデメリットじゃないじゃんって思う方いらっしゃるかもしれません。ですが保管場所が別々になるということは、キャンプ場に持っていくのを忘れてしまうといったリスクが高くなるんです。皆さん、キャンプ場に到着してやばいこれ忘れたって経験したことありませんか？
ちなみに私はしょっちゅうあります。食べ物や飲み物を忘れるのは日常茶飯事です。忘れ物といってもキャンプに影響ないものであればいいんですが、焚き火ハンガーを忘れるというのは結構致命的になります。なぜなら直火料理自体ができなくなる恐れがあるからです。キャンプ場でさ、料理をしようと思った時に焚き火ハンガーを忘れてしまったことに気づきます。ごとくも網も持っていません。この日に限ってガスコンロも忘れてしまいました。全く料理ができないじゃないかといった事態になります。できればそんな事態避けたくないですか？つまり焚き火ハンガーをレンジャーの収納ケースに保管できないことは収納場所が増えるし、持参を忘れるリスクも増えるので、デメリットの一つとなるということでした。次に設置するためには地面を選ぶということについてです。これは私にとって一番の致命的なデメリットでした。この焚き火ハンガーは普通の地面なら難なく使用できるんですが、コンクリートや深い雪の場所には設置できません。私は自宅のアスファルトでバーベキューをすることがあるんですが、焚き火ハンガーをさせないので焚き火ハンガーを使用してバーベキューをすることができません。そして私は冬も含めてソロストーブのレンジャーを使用しています。こちらの動画でもお伝えしていますが、ソロストーブは他の焚き火台に比べて暖かいので、特に寒い時期には重宝するものとなります。ですが私の住んでいる北海道は冬には雪が積もっていて、1メートル程度のポールでは雪に埋まって使用できないケースが出てきます。つまり焚き火ハンガーを使用できないケースが多い私にとっては致命的なデメリットとなりました。ですが忘れ物が少ない方や主に通常の地面で使用する方はとても良いものだと思います。ヘビーロストは手軽に使えるのはいいけど火力調整が苦手。焚き火ハンガーは火力調整はできるけど地面を選ぶ、つまりソロストーブのレンジャーにヘビーロストや焚き火ハンガーを使用することは一長一短なんです。我慢をすれば使えなくはないですが、どうしようといった状況です。究極ソロストーブで料理をするのはやめようかなと思ったぐらいです。そんな中、私はコロナアイリスというソロストーブ専用のごとくと出会ってしまいました。このコロナアイリスというごとくは私の全ての悩みを解決してくれました。まずコロナアイリスはどんなごとくなのかということについて説明したいと思うんですが、大変申し訳ございません。長くなるため次回の動画にて説明したいと思います。コロナアイリスはググってもほとんど情報がないごとくです。次回の動画ではそんな情報のないコロナアイリスについてお伝えしたいと思います。気になった方は次回の動画を見ていただけると幸いです。皆さんいかがであったでしょうか。今回の動画ではソロストーブのレンジャーにユニフレームのヘビーロストルや焚き火ハンガーを使用するメリットデメリットについてお話ししました。いろんな意見価値観があると思いますが、今回の動画を一キャンパーの意見として皆さんの参考になれば幸いです。ポロンのキャンプでは今回のように初心者キャンパーを中心に多少費用がかかっても楽しくて快適で後悔のないキャンプをする方法を発信しています。 Twitter では耳寄りな商品情報やキャンプのコツについてつぶやいています。 Instagram では YouTube にはまだ投稿していない購入したばかりの道具紹介やキャンプシーンを投稿しています。登録していない方がいらっしゃいましたら YouTube を含め登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは素晴らしいアウトドアライフを。